冬のマンネリ打破の一押しのアイテムはこちら、シアーのタートルネックニットです。で、今年ね、ちょっとこういう透け感のあるタートルネックニットをこうインに重ねるのがトレンドなんですけれども、手持ちのニットにもこうレイヤードできる薄さなのでとっても便利なんです。まあ、アイボリーはね、ちょっと何か重ねないとかなり透けてしまうので、今回は手持ちのニット、もう7年8年前ぐらいに買ったね、ザローのニットを重ねてます。で、アイボリーとブラックとあるんですけれども、特にね、ダークなニット着るときなんかはアイボリーなんか重ねるとすごく顔映えして見えると思います。こちら本当に力強くおすすめで、アイボリーとブラックと両色持っていればかなりね、汎用性高く使いやすいと思いますよ。お次はロゴ入りの T シャツです。今回は大人っぽく着れるようにネイビーをセレクトしてみました。ロゴ T なんですけれども、結構ほら、オフショルダーでたっぷりしてるので、先ほどのね、シアーニットをインにして着こなすこともできます。やっぱりね、ちょっと薄手なので、シアーニットなんかインに入るととっても暖かく気持ちよく着こなせると思います。で、シルエットもたっぷりしてるので、インにしてもアウトにしてもいけると思います。ちょっとね、こういうロゴ T とかあると着こなしにね、メリハリがつくと思います。やっぱりね、こうどうしても単色だけだと、いつもね、マンネリ化して同じように見えてしまうんですけれども、胸元にね、白いこうロゴが入ってるだけでかなりね、カジュアル感も出て、こなれ感も出ると思います。そしてお次はハンドメイドのウールカーディガンです。お袖がね、ほらすごくね、たっぷりしてるので、とってもね、可愛げのあるカーディガンになります。で、もうミドルってよりも結構ローゲージかな、たっぷりとした編み地なので、バサッと着こなせます。こんな感じです。結構ね、ゲージは太めですね。はい。でも、まあ、着丈もね、程よい長さなので、まあ、ヒップにもかかりますし、かなりね、暖かく着こなせると思います。で、こちらはインディゴのカラーになります。もう一つね、チャコールもありました。こういうほら、前にそのボタンのない羽織るタイプのカーディガンですと、着こなしも楽ちんですよね。さらっと羽織れると思います。はい、続いてはセミワイドパンツです。こういうね、セミワイドのブラックのとろみのあるパンツ、今年ね、丸筆です。で、こちらなんですけれども、センターラインも入っていて、落ち感もあるでしょう。そしてそのセミワイドなので、ワイドすぎず太すぎずに、とってもね、履きやすいんです。で、ウエスト位置も割とね、ハイウエストで視線もアップして見えますし、今ヴィンテージのベルトをしてるんですが、外すと結構ウエストマークもしっかりあるので、ベルトはなくても大丈夫です。でね、後ろがゴム仕様になっております。なので前から見ると綺麗見えで、だけど後ろはゴムだから、とってもリラックスして履けると思います。あと、こんな感じでね、カジュアルに着こなしてもいいんですけれども、オフィスとかでもね、全然着こなせると思います。パンプス合わせでジャケットでキリッと見えると思いますよ。お次はシフォンワンピースです。でね、今回はインに一番最初にご紹介したシアーのニットと、でね、レギンス、レザーのレギンスを入れてます。こんな感じ。やっぱりね、冬場はワンピース1枚だとちょっと寒いので、インナーとアンダーに何かレイアウトするのがおすすめです。で、こういうシフォンワンピースなんですけれども、まあ、冬場だけではなく、もう本当に通年使えると思います。冬でしたらね、やっぱりこういう薄手のインナーを入れるか、もしくは結構こうたっぷりしたカーディガンとか、あとニットをね、上からこうザブッとこう着て、でワンピースをスカート見せして着こなしてもいいと思います。こういうのってね、本当あると便利で、黒地にね、白っていうのがね、一番使いやすいと思います。そして色を足したい場合は、こんな風にね、色物のストールを入れるのがおすすめです。簡単ですよね。で、巻き方もこのなんていうんですか、セミアフガン巻きっていうんですかね、以前動画でもご紹介したんですけれども、裾をちょっとこう首元にキュッと入れるだけの簡単な巻き方です。はい、こんな感じです。やっぱりね、少し色が入ると皮映えもして素敵だと思いますので、巻き方もね、自由に巻いてみてくださいね。はい、そしてお次はシアーのニットにマーメイドスカートを合わせてみました。いかがでしょうか。シンプルですけどね、やはり柄物のスカートが入ると華やか見えして見えると思います。で、まずトップスは先ほどのシアーニットのブラック版で、ブラックだとね、透け感もこんな感じです。まあアイボリーよりもね、さほど目立ちづらいので着やすいと思います。
で、このねマーメイドスカートが、あのマーメイドといってもソフトマーメイドっていう感じなので、あの腰回りとかも拾いすぎずに着痩せして見えると思います。今回は割とぴったりめのニット合わせてしまったんですけれども、たっぷりしたニットでもいいと思います。そしてここからコートの登場です。ショールカラーのリバーコートになります。でね、こちら裏地はなしになっています。いかがですか？ちょっとね、このショールカラーがすごく大きいのでエレガント見えなんですよね。で、トモ布のベルトもついておりまして、こんな風に前でラフに結んでもよろしいですし、はたまたあのザバッとベルトを結ばないで羽織られても素敵だと思います。で、後ろにね大きくスリットも入っているので足さばきも良かったですよ。お次はカラースウェットです。スウェットと言いましても、いつもねよく着ているようなスウェットというよりは、ちょっとカットソーみたいなライトなものになります。で、お色がとにかく綺麗で、私ね今年の差し色はねオレンジもねぜひおすすめなんですよね。冬のオレンジすごくいいと思いません？で、ボトムスはこのねストレッチパンツ、こちらね少しフレアになっていて裾が切りっぱなしなんですよ。なので、もう言ったらちょっとこうレギンス感覚で履きこなせるパンツです。とってもフィット感が良かったです。で、オレンジにこのブラックのパンツで、インナーにシアのニットを入れております。いかがでしょうか？で、このトップスなんですけれども、ほらアウトにするとね結構たっぷり長くて、サイドにスリットが入っているので、前身頃にこうちょっとアシンメトリー、斜めになるようにインすればこんな感じで完成です。お次はストレッチのスカートです。いかがでしょうか？ちょっとねタイトに見えるんですけれども、柔らかくて伸縮性があります。で、ウエストもねゴムなんですよ。なのでとっても着心地が良かったです。わかるかな？結構ね着丈も長いですよね。で、今回はシアのニットに合わせてちょっとねブラックなコーディネートにしてみましたよ。はい。で、ウエスト位置もしっかりと、結構ねウエストマークも太めなので、そこがねまたウエスト細く見えると思います。はい。そしてこちらのコーディネートにアウターを羽織ってみました。でね、インナーとボトムスがブラックなので、アウターにブラウンとかはたまたキャメルとかね、そういうものを羽織ってもね素敵だと思います。ここからはコーディネートをお見せしたいと思います。まずはシアのタートルネックニットをインにしたコーディネートです。でね、全体的にこうベーシックカラーのダークなコーディネートなんですけれども、やっぱりインにねこのシアのタートルネックを入れるだけで顔周りがねちょっと明るくなると思いませんか？ほんの少しの分量なんですけれども、本当にねこのニットは使えると思います。はい。そしてお次はそのシアのタートルネックにロゴティーをレイヤードしてみました。で、全体的にちょっとカジュアルめにしてます。ちょっとね、足元にねこうボルドーっぽい色を効かせたつもりだったんですけど、なんかちょっと色が沈んで見えてすいませんそうそう。で、冬場なんですけれども、こういうねダークめなカラーのコーディネートが多くなりがちだと思うんですよ。ですので、ロゴティーなどちょっとねアクセントのなるようなものが入ると、冬のコーディネートのマンネリ打破になると思います。もうね、ロゴティーってこうロゴが入ってるんで、ただ着るだけでこなれ感も出ますしね、ぜひおすすめの一品です。そしてお次はこちら、じゃん。トップスはそのままで、ボトムスにセミワイドのパンツを入れてみましたよ。このパンツ本当にねおすすめなんです。もうねすっごく便利で、今も愛用してるんですけれども、やっぱりねそのセミワイドなので、ワイドすぎないので、私のような小柄な人でもねバランスも取りやすいですし、今年らしいシルエットですので、履くだけで今っぽくなります。やっぱりねパンツのシルエットってシーズンごとに変わってきますので、ぜひねそのあたりシルエット重視して選んでいただければと思います。で、今年本当ねブラックパンツあるとまた便利だと思うんですよね。で、今回はグリーンのバッグを差し色に入れてます。あとはちょっとヴィンテージのねベルトなんかして、視線もアップして見せるようにしてますよ。こういうねカジュアルなコーディネート結構好きなんですよね。はい。そしてお次はこちら、ロゴティーにハンドメイドのカーディガンを羽織ってみましたよ。いかがでしょうか？私ねこのねハンドメイドのカーディガン結構気に入っていて、ただ羽織るだけでとってもあったかいですし、お袖のところにねボリュームがあるので、女っぽく着こなせるところが気に入っております。で、ちょっとこうなんていうんですかね、後ろに抜いたような感じでラフに羽織るのがおすすめです。で、こちらのコーディネートはヴィンテージのデニムを合わせて、ちょっとベルトにねブラウンなんか効かせてカジュアルにまとめてみましたよ。
で、わかるかな、こんな風にちょっとね後ろに抜いてカーディガン着ております。でヒップも隠れる丈なのでとても暖かいです。お次はシフォンのワンピースです。で先ほどはインにあのシアのタートルネックを入れたんですけれども、今度はモヘアのニットをこう上から羽織るようにして、あのワンピースをスカート見せするようにしてみました。いかがでしょうか。こんな風にね、あのインにも入れられるし、アウトにもこうニットを入れられるし、いろんな着方ができるので、あの冬場のシフォンワンピースおすすめです。で特に大人の方には黒地に白のフローラルカラー、まあ、花柄が一番ね使いやすいと思います。あの大人っぽく決まりますし、ぜひおすすめですよ。はい、そしてお次はこちらです。じゃじゃん。今度はねちょっときれいめな格好でラインドットのスカートを履いてみましたよ。で、すごくヘビロテのシアタートルネックニットと、それから、ショールカラーのリバーコートを羽織ってみました。で今回はそのインナーがね、ブラックなので足元もブラックにしたんですけれども、まあ、例えばお手持ちでそうだな、あのブラウンのコートに合わせるとしたらブラック以外でもネイビーのトップスですとか、あと、まあ、ベージュ、キャメル、そのあたりもね素敵だと思います。あとはね色物だったらオレンジとか入れても素敵だと思います。結構ねブラウン系の、もの難しいっていう方はねぜひやってみてくださいね。はい、お次はストレッチのスカートを履いてみましたよ。ちょっとねスポーティーな感じにまとめてみました。でバルキーなマフラーを上に巻いて、ちょっと目線をアップできるようにしてます。でねこの巻き下丈のスカートなんですけれども、本当にね履き心地が良くて、結構ねヘビロテしちゃいそうなアイテムでしたよ。ぜひおすすめです。はい、そして今度はもう本当に何度も出てるシアのタートルニットに、カラースウェット、それからストレッチパンツを履いております。いかがでしょうか。私ねこういうねオレンジカラーがやっぱりね冬場入ってくるのすごく好きなんですよね。思ってるよりも取り入れるのがすごく簡単で、ちらっと見えるぐらいでもいいんですよ。なので、冬場のね、こうマンネリ打破にはちょっとねこういう明るい色を差すっていうのもポイントだと思います。パンツの裾もカットオフしてるので、あの履くだけでねこなれ感が出るのでね便利なんですよ。で全体的に本当にマージュルさんのお洋服、冬場のマンネリ打破にね使えるアイテムがたくさんありました。ぜひチェックしてみてくださいね。